就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。米国と欧州でのストライキ派が深刻化しており、物価の高騰と AI や EV など新技術の導入が雇用に影響を与えている。米国では23年ぶり、英国では33年ぶりの労働創出日数を記録。これらの変化に対応するための適切な賃上げやリスキリングが求められ、雇用の均衡を再考する必要がある。英国では労働者が実質賃金の減少を訴え、医療分野を含む多くのセクターでストライキが広がっている。米国でも特にエンターテイメント産業や自動車産業において技術の進展に対する不安からストライキが起きている。これらの労働争議は経済に新たな波紋を広げる可能性があり、政治にも影響を与えている。バイデン米大統領がストライキ支持を公に表明するなど、政策決定にも反映され始めている。しかし経済全体にとってストライキの長期化は成長率抑制要因ともなり、その対策が急務である。未来の成長と雇用を考える上で、技術革新とそのスピードに対応する労働市場の柔軟性が不可欠である。新技術がもたらすチャンスを最大限に活用し、労働者のスキルギャップを解消するアプローチが必要とされている。文部科学省は国際的に高まる衛星打ち上げ需要に応え、国の基幹ロケットを保管するための新たな手段としてロケット開発スタートアップへの積極的な支援を開始した。この動きは中小企業技術革新制度、日本バースバイヤーを活用し選定された4社インターステラテクノロジズ、スペースウォーカー、将来宇宙輸送システムスペースワンに対し、5年間で総額350億円を上限とする資金提供を行うものである。特に注目されるのは宇宙空間到達実績を持つ IST であり、社長の稲川氏は新制度による開発スピードの加速に期待を示している。文科省は支援対象企業の段階的な絞り込みを行い、最終的に残る企業には最大140億円の支援が与えられる。これは宇宙輸送業界の競争が激化する中で選抜による強い企業づくりが不可欠であるとの見解からである。背景には宇宙開発の国際競争力強化への危機感が存在する。日本は2022年に一度もロケットを打ち上げることができなかったため、民間小型ロケットの育成を通じて2028年度以降には国内のすべての衛星を国産ロケットで打ち上げ可能な体制を目指している。菅直人元首相の次期衆院選不出馬表明は政治の世代交代を象徴する出来事である。長年にわたる政治生活で彼は多くの重要な役職を経験、特に厚生大臣としての薬害エイズ問題への対応や首相としての東日本大震災時の危機管理は国民に強い印象を残した。首相在任中、彼は未曾有の大震災と福島第一原発事故の対応に追われ、その結果政治的な圧力により退陣を余儀なくされた。しかしこれにより彼の危機対応能力や国のために困難な決断を下す勇気は多くの人々に認識されることとなった。政界引退後も彼は脱原発運動を積極的に推進し、公共政策への影響を続けている。立憲民主党の最高顧問としても彼の意見は重んじられ、その豊富な経験は新たな政治家世代への貴重な指針となる。菅直人元首相のこれからの行動が今後の日本の政策や政治にどのような影響を与えるか注目される。彼の長い政治生活から得た知見と国の将来に対する深い思いやりは次世代の政治家にとって貴重な遺産となるだろう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。